あんたやったんか。こんにちは。暇つぶしがしたいんやったらうちが付き合うたるで。すごすぎや。あんたがこないなええ場所を持っとったとはな。これってリーゆえの戦火のもんやろ。ほんまに信じられへんわ。あんたがうちを壺の中に入れようとした時は冗談言うとるんかと思ったで。この話を聞いた時どう返すか悩んだぐらいや。ツッコミを入れるべきか、それとも話に乗ったるべきか。ほな、うちの金魚鉢の大将、金魚太郎をあんたに同行させたるわ。あいつなら金魚やし、壺の中に入れるやろ？けど、あんたがうちの背中を押したら、急に目の前が真っ暗になってしもうて。気づいた時にはここにおったんや。こないなこと思いもせえへんかったで。視界は広いし、空気も新鮮。最高にいい場所や。当たり前やろ？もうずっとここに住んでろとか思っとるで。せや。いっそのこと、ここに長野原の支店を開いたらええやん。あんたへの礼っちゅうことで。うちらの仲間たちを呼んで、みんなで花火でも見よか。か。入るか！どう考えても入れるわけないやろ！パイモンちゃんが教えてくれはったんやけどな。あの子が壺を見たとき、こないな反応したんやろ？あの子ですら無理っちゅうんなら、うちが入るわけないやろ。けど、あんたがうちの背中を押したら、急に目の前が真っ暗になってしもうて。気づいたときにはここにおったんや。こないなこと思いもせえへんかったで。ええで？うちが話好きなんはあんたも知っとるやろ？せっかくやから何かおもろい話題でも見つけて。せや、こないな桃源郷みたいな場所、住む以外にも何か他の活用法は考えてへんの？例えば、客間とか博物館とか訓練場とか。お、せやったんか。けど、あんた少し勘違いしとるな。うちの家の商売は普通の商売とは違うんや。リーゆえの商人は大金を稼ぐのが偉い得意なもんで、どんな取引もうまくこなせるっちゅうのはうちも知っとるで。けど、うちの家のお客さんはみんな常連さんやね。そないなことよりも人情の方が大切や。せやからな、うちと父ちゃんの商売はみんなの信頼に応えるのが目的なんや。まあとにかく建設が終わったらうちに言うてな。花火でお祝いしたるわ。うちやったら遊園地やな。おもちゃとか洋さん置きたいね。光ったり動いたり後を回ったりするやつとか。そんでお腹が空いたらお菓子を食べんね。そないな世界に住めたらうちも夢が叶ったっちゅうもんや。いやいや、本気にせんといて。ただのうちのわがままや。けど、それでもあんたからそないなこと聞くと、やっぱ嬉しいもんやな。遊園地。ええー、なぁ。へぇ、趣あってええや。面白そうやから、うちも手伝ったるわ。なんか必要やったら、何でもうちに言うてな。稲妻で見つけられるもんなら何してでも見つけてきたるで。こないなことができるんも家の商売が人脈を広げてきたおかげやな。けど星とか月を取ったりするんはさすがに無理やで。まあとにかく建設が終わったらうちに言うてな。花火でお祝いしたるわ。あんたのことがもっと知りたーい！あんたとも長いこと冒険してきて、いろんなところからあんたに関する物語を聞いてきた。けど、聞けば聞くほど気になってくることがあんねん。一体、何があんたをそないな特別な人間にしとるんかっちゅう話や。理由があるはずやろ？例えば、うちが話好きなんは、
小さい頃から父ちゃんがうちの話を聞くことが好きなんやって思っとったから。花火が好きなんも花火を作ることを誇りに感じとるからや。じゃああんたには何があるん？それがあんたの動力やったんか。誰かが不幸になるってのは見たくない、そういうことやろ。小説ん中の英雄みたいでほんまかっこええわ。あれ、ほならうちは英雄の仲間ってことになるんか。うちが全力で力を貸すから頑張って自分の物語を書いてってな。悪いな、ちょっと興奮してもうたけど、うちはもう決めたで。あんたの歩んできた道をうちがもう一回歩む。モンドからリーウェ、それから稲妻、あんたが見てきた風景、人、物事、あんたを完全に理解するにはこんぐらいせんとな。ああ、別にあんたに重圧をかけようって考えてるわけやないんや。ただ、なんて言えばええんかな。単純に、あんたのことがもっと知りたいね。何があるん？それがあんたの動力やったんか。再会した時に失望させたくない、そういうことやろ。やっぱさすがやな。それに羨ましいわ。うちも手助けしたるで。どんな場所に行こうと、天の上でも地の下でも絶対に再会させたる。おはようさ。せっかくの晴れやし、一緒に遊びに行かへん？おやすみ。ええ夢見てな。夢ん中でうちの花火が見れたらええな。